村政の妖刀は、囲後の定石の一つである。小目への一件高がかりに二件高ばさみして生ずる一連の変化を指す。難解で未解明部分も多く、また変化型が多いために誤ると自らも傷を負う。ところから、村政にちなんでこの名がついた、妖刀定石とも、大社、大なだれと共に三大難解定石とされる。最初に、この二件高ばさみを打ったのは、 1928年の久保松勝清八段と言われる。基本型は小目への一軒高掛かりに対する黒2の二軒高波波。この波波が比較的新しい手で、これに対する白の王子も様々なものが試されている。現在打たれているものとしては白 AH などがある。白1の一軒飛びには黒2と受けるくらいで、続いて白3、黒4の後。 白は上辺から黒を挟む展開が考えられ、この部分では比較的穏やかな別れだが、続いて挟んだ石をめぐる攻防となる。また白はこの流れで AA33 付けを一本打つことも多い。白1の二剣飛びはこの部分を軽く見る手で黒2と二剣に受ければ、白はここは打ち切って他に向かう。黒は A と堅く打って、 白の二剣飛びの連絡を脅かす手もある。白1の下付けは、以下黒2黒6などと応じられ、白に比べて黒に働きがあり、黒有利とされる。白1の上付けには、黒 A と下から受ければ平穏な別れ。黒 B と跳ね出すでや、黒 C と突き当たり、黒 B、白 C に切る手は難解な変化となる。白1の桂馬には、黒2黒8までと応じられ、 白は市長で一目抜いても石が重複しており、黒の実利が勝さる。ただし白5で白 A の横の B や白6の下がりなどの変化がある。白1の大ゲーマがけは多くの変化があり、妖刀定石と呼ばれる重たる部分となる。黒の主な王手には A の植え付け、B の突き当たり、C の狭間などがある。黒、D、E などは場合の手。 この大ゲーマは、1952年の5制限、藤沢放斎の第3次10番後で藤沢が打ち出した。黒1の突き当たりは、続いて、白2、黒3、白4に、黒5と切るまでが、狙いの進行。続いて、白1、黒2、白3と進めば完明だが、先の見えない戦いになる。白 A、黒2から、白 B と押さえ込むのは、 隅をめぐる難解な工房となるが、ほぼ定石化されている手順。黒1の上付けには白2と跳ねる。ここで黒3黒7までと運べば完銘で、実利も大きいが、白が先手で一指ポン抜いた姿は桂馬掛けで生じた、形より働きがあり、白満足とされる。白2の跳ねには黒3と白を裂いていくのが自然な発想。続いて白4に、 黒 A と打つのは最初期の形。黒 B は、市長が関係する、南線、近年では黒 C の飛びが多く打たれる。白4で、白 D の三々付けは、近年試みられている未完成定石。以下白6までがよく打たれる、定石手順。市長不利なら白6は A に駆け継ぐ打ち方もある。黒は左辺に開いて、打つのが普通。A は場合によって手抜き。 従来までかかった方が不利と言われ、隅の時よりも外勢の方が勝ると考えられていた。しかし、アルファ号が実戦で用いたことにより、評価が見直されつつある。黒1の狭間は、白に黒こと、隅を捨てて勢力に突こうという狙い。これに対して、白 A と打つ、勢力重視の姿勢は、梶原武雄球団の総案。白 A の代々ゲーマは、 黒のリオ球団が打ち出した手。白 B の挟み返しも近年試みられている手で2005年名人戦七番勝負第6局でも小林里志球団が打っている。白の手抜きには黒1、黒3と似てかけてこの隅を制するのが立派な手になるが、この後白からの A につけるなど作動の余地も残っている。1952年の5制限。 藤沢倉之助の第3次10番号第5局で白番クれが当時では珍しい二軒高ばさみを打つと藤沢は新手の大ゲーマ飛びで答え以下黒11までの別れは最初期の定石となった1969年プロ実決戦の竹宮正樹四段本田国久七段戦左上隅で白の二軒高ばさみに黒状付け、け白は 左下隅の目外しの糸を継承して跳ね出しから黒1まで勢力を得る別れを選び、続いて白2、黒3、白4として左辺一体が大模様となる。竹宮はこの棋戦で前年8位に続いてこの年も5位入賞し、実決戦防衛と呼ばれた。2006年棋聖戦の羽直直棋聖、山下慶吾挑戦者の七番勝負第一局の左上隅で、 用途上席。視聴白有利な場合は白 A に下がる場合が多く、また黒もすぐに黒1位か切っていくのが近年の打ち方。左上の攻め合いは白勝ちとなるが黒11と切り、続いて右下方面の視聴あたりを狙う。山下は4連勝で3期ぶりの規制位。ありがとうございます。